どうもダイ助です、えー、とちょっと僕が最近料理で悩んでいることをチャット GPT 先生に高性能な AI に聞いていきたいんですけど鶏むね肉ってなんかあの栄養価が高いあの料理なんですけどそして安いんですよね肉の中でも。ただその一方でちょっと調理が難しいってところがあってなんかあのなんでかな同じように作ってもめっちゃパサパサする時があるんですよね。 で美味しくプリッとなんか下味もつ,けついててあのなんかいろんなスパイシーというかあの胡椒だったりとか調味料とか,そのなんか薬味だったりとかを混ぜてあの炒めるとすごい美味しくできるんですけど美味しくできない時もあるんですよでどうやってプリッと食感で調理する方調理できるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていうふうに思いますまず1個目は鶏胸肉を薄く切るこれはやってますね薄く,切薄く切ることで調理時間を短縮しよりプリッとした食感を得ることができます調理時間を短くした方がいいのか 下味をつけるし鶏むね肉に下味をつけることで味がしっかりと染み込みよりおいしい食感を楽しめます大事には醤油やみりんにンニク生姜、酒などを使うと良いでしょうジューシーにはフライパンに油を敷いて鶏むね肉を焼く際には火力を強めにして表面をさっと焼き色をつけたら中火にしてじっくりと焼き上げます途中で裏返し両面に焼き色をつけましょう余熱で火を通す鶏むね肉は焼き上げたら余熱を利用してしばらく放置しておくと中まで余熱で火が通ります余熱で火が通るとプリッとするのがなんかいまいちよくわからないんだけど トリムネ肉,肉のタンパク質の変性に関係しています。タンパク質は高温になると変性し、熱に,よる熱に対する耐性を持つようになります。この変性に鶏っトリム肉はプリッとした食感になると考えられます。フライパン水分を失わせる方法として、例えばフライパンを薬剤に余,計余分な水分を飛ばすようにはく方法があります。スタに塩を使うことで、あ,あ、そうか、塩を使って水分をあの絞り出すのか。過剰に水分を失わせるとセト肉が硬くなる可能性がある。過度なあ適度な加熱と水分調整。 高温になると変性するということはなんでさっと焼くと短く高温になると変性収縮してしまうため 調理時間長くしてしまうといかないのか水分を失いやすくて乾燥してしまうえけど水分を失わせるといいって言ってたのろけど乾燥したらダメなの短時間で加熱するんーどういうことだブリッドって書いてる <laughs> うんこみたいなブリッドってプリットって言いたかったプリットした食感になる理由 高温になると変性するプリッとした食感になるってこれ言ってるけど次の回答だと高温になると変成して収縮してしまう調理時間が長くなるとタンパク質が収縮し水分しないやすくなり乾燥してしまううーん調理時間が短い方は さっきの話を統合するとということですよね。意図されています。高温で調理することで、とりめの表面がカリッと焼き上がり、内部にジューシーさを残すためです。油をき、高温で調理する。均等に厚さを揃えるように切り、塩やこしょうで塩味を下味をつける。オリーブオイルなど、うん、確かにオリーブオイル敷いてます。フライパンに入れて、強火で1、2分焼く。あ、そんなに短いんだ。アルミホイルで包んで5分程度蒸らす。へえ。ー、今度やってみようということで、あの、なんか、悩み解決しましたね。 なんとなく下味を薄く切って塩コショウとかの下味をつけてそのなんかえっ、ー、とね、えー、とジップロックみたいなやつに入れてあの味をよく染み込ませて油を敷いたフライパンの上に、えー、とその鶏むね肉をバーっていうふうにぶち込んであの長時間コトコトなんか煮てたんですけどそっか水水使いすぎてたな水使っちゃダメなんだ高温でなんかあの あんま焦げ目作りたたくなかかったね健康の面とか考えてであのオリーブオイルもあんまり無駄遣いしたくなかったんで油控えめで水多めでなんかちょっと蒸すというかちょっとした鍋みたいなあの <laughs> 感じで鶏むね肉作ってたんですけどなんかまずかったんですよねんか食感良くなかったんですよねそういうことだったのか油たくさん使ったらいいのかまあ健康にいいオリーブオイルだったら多少量多めでもいいでしょうということであの鶏むね肉そういう感じでちょっとプリッと仕上げてみたいなっていうふうに思いますということで今回は以上バイバイ